コキってコキなんですって。やはり女性は素敵ですね、おしゃれですね、ちょっと言っていただいた方が自分に磨きをかけようかななんて思うようになりますよね。今日はマカロンも来ました。なんとこんばんは、10月24日は私の誕生日です。重大発表いたします。なんと私69歳になりました。はぁ、本当みたいな、60代最後の年です。って多分言ってくださってる方いらっしゃいますが、でも確実に来年70歳になるでしょ。70、みたいな。70歳ってコキって言うんですって。コキってコキなんですって。で、私考えました。コキになる1年前に入ったわけですよね。で、イブですよね。クリスマスイブでイブって言いますよね。前日って前の、そしてそのイヤーですよね。で、これ全部ミックスしまして、コキの K、 イブの E、 イヤーの Y で K-E-Y、 キー、ここに出るはずなんです。そういう年、鍵、どんな風に70歳を迎えるのか、それを考えるキーの年にしたいと思っています。ですから、わー年を取っちゃうやだって言うんじゃなくて、よし、それを逆手にとって、じゃあいいじゃない、70どうせ来るんだから、それに向かってどういう今年であるか。おー、このタイミングで今すごい、タイミング良すぎます。良すぎ、こういうのが届きました。嬉しい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。わあ、マカロンちゃん、どうぞどうぞ、マカロンちゃん、ハッピーバースデー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 、ハッピー、今日マカロンも来ました。なんとお誕生日おめでとうございます。なるちゃんからです。今井さんからもです。ありがとうございます。あと紹介します、はい、一緒に YouTube を作ってくれて、はい、なるちゃんです、はい、私も一緒にいろいろとプロデュースしていろんな案を出してくれてるのが彼女です。あ、はい、見えてるのかな。はい、亜生なるみさんです。仲良しこよしです。そしてこの映像を撮って編集してきてくれてるのが、はい、まいさん、はい、はい、さっと来る。初めてご紹介いたします。まいさんです。放送作家のまいさんです。まいさんです。よろしくお願いします。今井徹さん、亜生なるみさん、夏木陽子、マカロンです。1歳8ヶ月です。よろしくお願いします。ちょん、はい、中島みゆきさんももう70過ぎられてんですよね。同年、ほぼ同年代ですね。あと何人か同じ年代の方でもすごく活躍してらっしゃる方いらっしゃるので、私も頑張ろうと思ってます。で、やはり女性は素敵ですね、おしゃれですね、可愛いですねとか綺麗ですねとか、やっぱりちょっと言っていただいた方がますますなんか嬉しくなっちゃって、自分に磨きをかけようかななんて改めて思うようになりますよね。なんかそういう努力はやっぱり20代30代とは違って続けないといけないかなと思います。で、それには時間がちょっと必要になってきます。で、この子もですね、今日は誕生日だから見てください、ちょっと可愛いでしょこれ。こういうリードね、今日はおしゃれにしようって言ってこれにしてきたんですね。マカロン、女の子だもんね、こういうの大好きだよね。とてもいい子ですよ。で、犬なのに空気を読みます。で、言葉が意外とちゃんと分かります。なんかみんなに愛されて幸せなワンコですけれども、みんなに愛されるっていうのは非常に難しいかも分かりますよね。だけど自分の個性を大事にしつつ、人に嫌な感情を与えない、人にこうっていうような顔をされないように、
心地よくそこのその場にいるとか心地いい関係性を作っていくっていうのはすごく大事じゃないかなと思います。みんなに好かれようなんてとてもとても難しいことだけども、でも人に嫌な印象を与えないっていうことは努力でできるんじゃないでしょうか。さあやりますよ今年は。私この YouTube もおかげさまでいろんな方に見ていただいて楽しく見てますと笑っちゃいますみたいなこといただいてるので楽しく、でその中で何かちょっと一つワンポイントで参考になるようなことがもしあったらすごく幸せですし、楽しんで見ていただけますようにこれからもよろしくお願いします。おめでとうございます。